今回はリアルで使えるブルーロック5、6に対する読者の反応集を紹介します。1、クソを邪魔します。お邪魔するときに使います。2、殺し合いなんだよ。俺にとって〇〇派。最近すごく熱中してることを紹介するときに使います。3、もらうよ。助演団優勝。誰かを手伝うときに使います。4、俺たちの邪魔すんなっつってんだよ。下手くそ。役立たずのお荷物を励ますときに使います。5、何それ新手の愛。ロベ、よう、怒った相手を煽るときに使います。6、よくぞ。下手くそ。お荷物をうまく有効活用するときに使います。ここから本誌のネタバレを含みますのでご注意ください。7、勝ちなし OK。 何か、もしくは誰かの勝ちがないときに使います。目障りなんだよ。クソザ子供が、虫がうざい時に使う。うるせえよ天才。今いいとこなんだよ。まだ眠いのに起こされた時に使う。残業したい時に使います。なんですその。景色悪い〇〇、おま。イカれてる。ドン引きした時に使います。嫌な時に使います。相手と意見が合わない時に使います。やっていたことがうまく決まって気持ちいい時に使います。使い方合ってる？正しく使えているのか不安になった際、近くにいる人に確認するときに使います。〇〇も何々だろ。大体同じようなものを同じもの扱いするときに使います。よいっす。誰かの指示に従うときに使います。俺が決める方が平和に解決する。最後までやり遂げる意思を伝えるときに使います。執行。何かをやり遂げたときに使います。やや前傾姿勢になり、両手を大きく開いたポーズと共に使うことで、よりやり遂げたことをアピールできます。非凡、テストの点数が高い人に使います。君〇〇？俺今日〇〇初めて。初心者が熟練者に挨拶するときに使います。嫌な質問されたときに使います。鬱陶しいか？本望だな。マリカーで相手を妨害し抜かしたときに使います。おいおいどうした？被害届でも出すか。付きまとっている相手に睨みつけられた時に使います。俺はハリウッド女優と結婚する。目標をアップデートした時に使う。前向いていきまっしょい。新入社員に対しての励まし。マジでない時に使います。登場時に使える。俺、来る、でもよし。おしゃの言葉使えるの割と多い気がする。俺派につく、そう決めてる。少数派につくのを宣言するときに使います。急いでるときに使います。ご視聴ありがとうございました。